さあ、M ポの時間がやってまいりました。本日1413番目でございます。さあ、問題の選択肢、すでに書いておりますので、皆さんいつも通り10秒間で頑張っていただけると嬉しいかと思います。では、お願いします。いけますかね。選択肢を見てですね、そして空襲の左側見るともうあれだね、って感じになっていただけるといいんじゃないかなという感じがいたします。もちろんバイザータイムですよね、うんたらかんたらするときまでには、というところでいいかと思いますが、皆さんもちろんこれを見た瞬間に、あ、時間に関する語句だな、で、時や条件を表す副詞節だな、で、その中では、皆さん未来の内容であったとしても、という皆さん原則がありましたね。時や状況を示す副詞の中では未来の内容であったとしても、皆さん現在時制で表記してくださいねというものがございました。ですから皆さん選択肢の中で現在時制バシッとつながるのは選択肢1番アライブスが正解ということでよろしいかと思います。でもちろんこの時や条件の動画はですね、以前に説明させていただいておりますが、まだその動画ご覧になっていただいてない方はですね、皆さん画面の右下にこのボタンがあるかと思いますので、皆さんこの後押していただいてですね、この後お時間よろしければご視聴よろしくお願いいたします。ということですね。で、まあもちろんこれで選択肢1番アライブスが正解でいいんですが、皆さんバイザータイムですよね。下にちょっと書いてみました。あ、後ろの形、皆さん注意をよろしくお願いいたします。皆さん、倍は普通は、まあ、前置詞でございますので、後ろは名詞のみでいいんですが、今回の、by the time の後ろは彼女 S。で、arrives 動詞、ということで、皆さん SV を伴っておりますので、皆さん、by と by the time ですよね。意味は皆さん近いものがございますが、働きはちょっと皆さん全く違いますので、このあたり、押さえておいた方がいいんじゃないかなというところでございます。で、皆さんできましたら、ノートを取っていただいてですね。で、皆さんノートを取った後は赤シートで隠して、スラスラ言えるというふうに頑張っていただけるといいかと思います。いけますね。で、皆さん、次回に1414番目も続きますので、今後ともよろしくお願いいたします。